おはようございます、本日ですね、12月の16日土曜日ですね。で現在時刻が、6時半ぐらいなんですけども、はい、で今日はウィーク17ですね、ボックスロボティということで、今から向かいたいと思いますが、なんか結構周り見ると外国人が結構歩いてるんで、今週もちょっときつそうですね。はい、で、一応前回のこともあるんで一応早めに来まして、で今友達の情報だったらもう受付してるっぽいんで、ちょっとこれから受付してなんとか今日はゲットできればなと思っております。はい、ちょっと天気も悪いんでね、はい、なるべくちゃっと買って帰りたいなと思います。では行ってきます。はい、ということで、まあ結構周り見渡すと外国人ばっかりなんですけど、どこから来るんですかね、本当にこんだけ電車に乗ってても、多分並びに来るような方たちがいっぱいいたんで、今日も厳しそうですね。2周3周されなければいいんですけども、とにかく早くも打ち切りしてほしいなというところでございますね。今のこの時点ですと100番台ぐらいですかね、受け付けた友達だと。前回よりはどうだろう、前回7時ぐらいに着いたらもう1000番台だったんで、ちょっと今日はスタートが遅いんですかね。これで今日買えんかったら、しゃあないっちゃしゃあないですけど、意外にオンラインで買えてた方も前回いたんで、オンラインも頑張ってみようかなって思ってはいますけども、どうかな。いやー、でも前回みたいにザルのように受付されるとたまったもんじゃないけど、そんな500ぐらいしか在庫なくて、そんな6倍近くの人数わざわざ受けさせる意味あるかとか思っちゃったりですとか、はい、あとは警備員の人とかボンズの人が逆に大変なだけになるから早く打ち切った方が正解だと思うんですけどね。でもいますね、この時間帯でなんか人に列が出てるからやべえな、ちょっと受付に時間かかりそうだな。もうやばい、続々といますね。はい、ということで今、番号が発表されまして、ちょっと近くで待機したいと思います。はい、ということでですね、今自宅に帰ってきまして、今日は、疲れました。はい、ということで、はい、今日どうだったかと言いますと、6時半ぐらいにですね、現地に着きまして、で自分がちょうど受け付けた番号は640番でした。はい。前回が7時ちょい過ぎで1100何番だったんで、こんなもんですかね。はい。で、結局、またザルのように受け付けるかなと思ったら、なんとですね、今日7時ちょい過ぎぐらいに、名古屋打ち切りになりまして、で、トータル結局1478人だったかな、確かそんぐらいで一応打ち切ってくれたっていうことで、前回よりも半分以下になったということで、それが結構救いでしたね。はい、本当に多分な、結構前回クレームがあったのか炎上があったのかわかんないですけども、打ち切ってくれてよかったですね。ただ外国人の方はめちゃくちゃ多かったですね。もう周り見渡してもそういう人ばっかだったんで、うわぁ今日もきついなと思ってですね、なんとか、やってきました。はい。で、一応肝心のですね、結果になりますと、なんとですね、自分がだいたい100番ぐらいですかね、100番よりちょっと前ぐらいに入れたような感じの番号でした。はい。ということで、なんとかですね、今回は無事ゲットできました。ということで、はい。なんとかやってですね、はい、もう前回がひどかっただけにですね、ほんと今日は変えてよかったかなっていう感じですね。はい。で、今日ちょっとですね、あんまり買うものがなかったんで、ちょっと1点しか買ってこなかったんですけども、1点買ったっていうのは、当然あれですね。はい。ということで、今回買ったのが、こちらになります。T シャツですね。ボックスロゴの T シャツのベージュの色ですかね。
はい、こちらになります。まあ、グレーにしよっかと思ったんですけども、まあ、店舗に入って見た感じこっちの方がいいかなと思ってこっちにしちゃいましたね。はい、こんな感じで、まあ本当にいつものシンプルな感じで、プリントが鴨柄っていうだけですね。はい、ということで特に何も変わりはないんですが、まあ、ただあのサイズですね、サイズがちょっとわからなくて、結構ツイッターとか見たらなんかかなり着丈が長いよっていうような情報がを見たんで、確か L で79センチくらいあるみたいな、なんかそういうちょっと僕のあの記憶が正しければ79センチくらいあるみたいなこと書いてあったんで、めちゃくちゃ長いなと思って、で今回いつも L 買ってるんですけども、今回は M にしました。はい、でただちょっと身幅がね、ちょっとちっちゃくなっちゃうんですけども、着丈見たらこれ M だなと思って M を買いました。まあ、よくあの最近ですと、あの海外の方が動画を上げてるんですけども、あのよくあのツイッターとかで最速レビュー2期ってなんか言われてる方がいて、毎回買っていっぱい買っててサイズ着てってなんか紹介してる方がいるんですけども、まあ、その方の着が見るとまあ M ぐらいかなって、それもあの最速レビュー2期の動画見てですね、 M かなっていうのを判断したポイントですね。はい、ということでこんな感じですね。はい、ではちょっと早速ですね、試着してみたいと思います。はい、ではですね、試着するとこんな感じになります。で私が、身長173センチの体重が73キロで、サイズが M ですね。 M でこんな感じになります。はい、着丈はちょうどいいですね。はい、でただちょっとやっぱですね、身幅が切れなくはないんですけども、どうなんだろう、最近結構やっぱオーバーサイズの服ばっか着てるから、なんかちょっと違和感はありますね。はい、まあでも身幅考えるとやっぱ L かなーっていう気はしますね。なんかこの脇の部分ですかね、がちょっとなんか狭いような気もしますんで、まあ、実際 L の方が良かったかもしれないですね。まあ、着丈がたださらに長くなっちゃうんで、まあ、そこがまた難しいところですね。結構フーディーだと身幅がでかくて着丈が短いみたいな、サイズ感なんですけども、最近は T シャツだけなんでそれに合わせねえのかなってちょっと思ったりしますけども、はい、まあ、こんなもんなのかな、なんとも言えないですね。はい、まあこんな感じで、はい、難しいなこれ、試着できねえから、結構で、あの着丈が長い長い長いって結構だけど、やっぱこうやって肩とかやっぱ上げるとやっぱでも得るのがいいかなっていう気はしました。はい、っていう感じですね。紹介することもないな。はい、ということで、こちらで以上となります。これで一応あの身幅とか着丈とか一応こういうのしとくんで、また確認ください。はい、はい、ということでいかがだったでしょうか。まあちょっと着た感じですね、やっぱ着丈気にして M にしちゃったんですけども、やっぱりちょっとなんていうんですか、ゆったり感考えるとやっぱ L な気がしましたね。ちょっと失敗しましたね、サイズミスったな。はい、まああんまりちょっといろいろ情報が抜けすぎたかなっていう感じで、やっぱり着丈が身幅がもともとそんなに大きい感じないんで、やっぱり L にしとけばよかったなと思いましたかね。まあ着れないことはないですけども、はい、ちょっとそこがミスったかなっていう感じですね。あとまあ一応店舗でバンズとかまあ、実物見たんですけども、まあまあ、かっこいい感じでしたね。まあ、ただちょっとバンズに関してはちょっと買おうかどうか迷ったんですけども、ちょっと個人的にインラインで、ちょっとこういう、こんなような感じの、バンズが最近出てて、で、こういうの買っちゃったんで、まあ、いっかなと思ってですね、バンズは買わなかったです。はい。まあ、あんまり買いすぎてもね、いかねえんで、まあ、こういう、シンプルなやつの方がいいかなと思ってですね。はい。ということで、まあ、ちょっと結構動画には紹介してないですけど、ちょこちょこ買ったものとかあって、それで買わなかったっていうことですね。はい。で、まあ一応来週以降はもう、今回で、ボックスロゴだとか、バンズとかも出たんで、まああと最後の週とかはまあ残り物が出るだけっていう感じなのかなっていう気がするんで、まあ、来週はどうかなっていう感じですね。まあ、ほんと実質はもう今日で終わりのような、感じがしましたね。まあ、結構店内見ても、やっぱりほとんど T シャツ買ってく人ばっかで、大半結構ピンズだとか、
あとあのカマチョの、クリスマスツリーに飾るような人形とかも普通にありましたし、ほとんどなんかあったような気がしますね。はい。でバンズもそんなにほとんどの方がみんな買ってるような感じもしなかったですし、なんとも言えない感じで、もうほんと T シャツだけっていう週でしたね。はい。まあなんとかですね、まああの今季ダンクでボックスショーフーディーで2回しくって、で今回3回目で、まあ一応成功はしたんですけども、ちょっとサイズミスったかなっていう感じですね。はい。まあ、やっぱりいつも通り L にしとけばよかったなっていう気はしました。はい。ということで、こちらで以上となります。まあ、一応あのサイズ感ですね。あの、一応サイズの寸法など、記載しとくんで、また、もし欲しい方がいればですね、あの、参考にしていただければと思います。はい。ということで、こちらで以上となります。はい。ではですね、また次回の動画でお会いしましょう。では、さようなら。